今後意識が戻る可能性は極めて低いと言わざるを得ません。お袋にとってどうしてあげるのが一番幸せなのかって考えたんだけど、俺は正直言って今の状態でただ生きながらえさせるってことが幸せだとは思えない。延命処置をしないということですか？はい。それがどういうことか分かりますか？後になって悔やむことになっても、死んじゃったらもう取り返しがつかないんだよ。それならせめて自然に任せて楽にしてあげた方が。お母さん見殺しにするの？